座敷豚はサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用のキャラクター群。1983年開発。主人公である座敷豚は豚をモチーフに擬人化されたキャラクターで、1986年に開催された第一回サンリオキャラクター大賞で初代王者に輝いた。1982年にアイドルの伊藤司がリリースした不思議の国の司の レコードジャケット A 面にプリントされた、伊藤塚坂抱く小豚を目にした担当デザイナーが、それをヒントに豚にオシャレをさせてみたらどうだろうか、という思いからキャラクター開発された。商品展開は、翌年より実施された。名前は、室内で買われている設定から、座敷豚と命名された。従来のサンリオキャラクターにはなかったやや写実的で、フレンチカントリー調のデザイン性や、 可愛らしくて、どこか子供っぽくなく、そしてオシャレで自然な雰囲気のキャラクターは、当時女子中高生や OL を中心に人気となった。このキャラクターの人気により、ブーギーウーやピップンポーラなどサンリオの他の豚キャラクターの好感度が向上する効果があった。商品展開の開始から2年後の1986年に、庭仕事や野菜作りに精を出す設定が追加され、同じ年に、 1> 第1回サンリオキャラクター大賞が開催、同年8月に発表され、栄光の初代グランプリに輝いた。1987年3月、座敷豚の友達の設定のサブキャラである、タビーが追加された。1987年10月より、座敷豚が長野銀行のイメージキャラクターに起用されていた時期があり、当行の預金通帳や、ノベルティグッズや、キャッシュカードに、 デザインされていた。座敷豚は裸でスカーフを巻いた姿が基本だが、年が下るごとに洋服を着たり帽子をかぶったり、サングラスをかけたりと、様々なコスチュームをまとうようになる。キャラクターが比較的ハイターゲット層向けであったので、同じフランスが舞台のマロンクリームと同様、グッズは中高生や OL 向けの少しオシャレなものが中心だった。また女性だけではなく、 父親など男性が身につけても違和感がないグッズも発売されていた。また、サンリオショップで買い物をした際についてくるチャームには座敷豚がデザインされたものもあった。100円ノートやペンなどのステーショナリーやポケットティッシュ、生活雑貨では木製インテリアや陶器製品、金属製バケツなどが発売されていた。当時の人気商品は木製メモスタンド。 発売当時女性ドライバーが急増していた背景から、コインホルダーなどのカー用品も発売された。1986年春にはグッズが100点、追加された。同年秋には、座敷豚が飾らわれた家具も発売された。2020年現在も新商品の販売が行われ、指人形、サンリオ懐かしいシリーズで座敷豚の缶バッジの商品がある。 ポプテピピックとのコラボレーション商品もある。いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では、第1回で、得票数6265票を集め1位に、輝いたのが過去最高である。またショップ票でも1位の、スヌーピー、2位の、ニャニーニュニャニョンに次く順位だった。2013年サンリオキャラクター大賞40位。 2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で、25位以内なら懐かしグッズを復刻すると宣言していたが、ランクインを逃したため実現されなかった。近年は、かつての栄光は影を潜め、総合順位、一ち新聞ランキングとも50位前後に低迷を続けている。ありがとうございます。